ゴシック体、ゴシック体、ゴシック体、ゴチック体ともとは、日本などの東、アジア圏のフォントで使われる書体。デジタル時代においては、明朝からだと並んでよく、使われる主要なフォントである。日本では主に漢字、かなに使われる書体で、従属ブ文、アジア圏の書体に含まれる、漢字やかなと同列の文字としてのアルファベットとして、ゴシック体のアルファベットが存在することもある。 ただし、西洋において、ゴシックというと、単に、ローマン書体以外の文字という意味しかなく、ブラックレターなども含まれるかなり広い概念であるため、西洋では通用しない言葉である。装飾性を排しているという意味では、西洋のサンズセリフ、サンセリフ書体に相当する。縦横の太さが均等なのが、ゴシック体の特徴。また、ゴシック体は、 装飾性がないというその性質上、視認性が高く、遠くから見ても文字が判別しやすい。そのため、屋外の看板や案内物などに向いている。一方、文章では、縦角と横角の太さの違いや、細部の文字の装飾などが視線を誘導して、読みやすくするという役目が要求されるので、そのような特徴のないゴシック体は、過読性が低く、文章の番組には向かない。 特に、漢字が多い文章や長い文章、新聞などの小さい文字組みでは、非常に読みづらい。そのため、ゴシック体は、文章の見出しなどに用いられる程度で、本文には主に妙長体が用いられる。漢字とカナが存在する日本語では、妙長体、アンチック体のカナとゴチック体の漢字を組み合わせた、アンアンチックという使い方ができる。日本においては、 縦角と横角の太さが均等で起筆、周筆点に飾りのない書体を指す。オーブン書体における三セリフ体に相当する。英語においてゴシック体というと通常は中世風のブラックレターを指すので注意を要する。中国組版においては同様の漢字書体を国体、ヘリティと呼んでいる。日本のゴシック体はゴジック、ゴチックとも呼ばれ、 初期には当て字で、くれだけからだとも表記されていた。印刷業界においては、ごちあるいはごと略される。組版指定や修正指示においては、主質によってごあるいごちとだけ記入すれば、当該箇所をごし体にするという意味になる。会話においては、ごのみでは分かりづらいためか、ごちという表現が用いられることの方が多い。稀にごしと略されることもある。 現在では協調、見出し以外にも、細身のゴシック体を本文用に使うことは多い。ただし、本文用に用いられるのは、広告や雑誌などが中心であり、かなりの長文を読ませる、必要のある小説の単行ボンドでは、過読性の問題が出てくることから、基本的に用いられない。昔から印刷物では明朝体を使うことが一般的だったが、 漫画などの質の悪い紙に大量に印刷する印刷物では、妙長体の細い部分が潰れやすいという欠点があった。そのため、一般的な漫画雑誌や単行本では、漢字部分をゴシック体、金部分を妙長体、アンチック体にした混色が一般的に行われていた。これをアンチゴチック、略してアンチゴチとも言う。 デジタル時代においては混色は行われておらず、漫画で使った時の可読性に優れたアンチゴチック体という名前の専用フォントが開発されて使われている。自動車のナンバープレートに用いられる数字書体はゴジック体と定められている。だがこれには制定書体があるわけではなく、特段の字型の規定自体がない。コンピュータの世界においてはゴシック体は 標準的な地位を占めている。ディスプレイの表示解像度の問題から、縦横のサイヤ、明朝体からだで言えば三角形になっている部分のある、書体は読みづらくなる、環境によっては実用レベルでなくなる一方、ゴシック体はそういった需要を適切に満たすゆえである。Windows に標準でインストールされる MS ゴシックと呼ばれるフォントは、 マイクロソフトによる独自開発ではなく、写真食事機開発の伝統を持つ両備のゴシック B をベースに、リコーが開発し、フォントデータとして仕上げたものである。その後、現代なコムウェアによる両備のゴシック体も登場したが、MS ゴシックとは字型が、わずかに異なる。タイポグラフとしての和文ゴシック体は、オーブン酸セリフ体の影響によって出現したものと言ってよいが、 かといって感じ、かなの文化的背景のないところから出現したとするのには無理がある。おそらくは縦角と横角の均一なその形態は霊書体の流れを組むものと考えられる。霊書体は筆文字であるのでその起筆部、周筆部の形状は角が立ったものではなく、その変貌こそが三セリフの設計概念を取り入れた和文の疾体の誕生と言えよう。 上記のように、ゴシック体が正確にいつ出現したかは明らかでない。しかし、朝日新聞で読む二十世紀に掲載されている朝日新聞の記事を読むと、1919年1月1日付のベルサイユ条約について報じる記事で、講和問題の文字が小さいながらもゴシック体で表記されているのが確認できる。また、1936年8月12日の ベルリンオリンピックにおける水泳の記事で小さいながらもゴシック体で見出しをつけていることから、この頃には使われる機会が増えていたことが伺える。大抵の印刷物において本文が明朝体で組まれ、その中で見出し部分や強調したいところにゴシック体が使われた。それには縦角と横角の差が大きく、黄文のローマン体にも着せられる明朝活字が、 本文用書体として、可読性に優れていた一方、陰気のつく面が広く、視覚的訴求性の高いゴシック体の特性があった。そもそも金属活字の時代には、日本語など漢字を使う言語においては、アルファベットとは比較にならないほど、多数の活字を揃えねばならないため、オーブン活版印刷のように多種の書体を混色するとは難しく、 よほど大きな印刷書以外では妙朝ともシックのみというところが多かった。このため、本文は民、妙朝、協調はごちという日本語組版の了解事項のようなものがあり、当時ら、オーブンのように多彩な書体を使いたいという需要はあった時代が下って、写真食事や DTP が交流し、多数の書体を時代に扱えるようになっても、このシンプルなルールは変わることなく続いる。 DTP の例明期においても、扱えるフォントは事実上、森沢のルーミン L と、中ゴシック BBB だけであり、デザイナーたちは、その制約の中で異賞を凝らした。それは確かに社食の多彩な書体から見れば、制約ではあったが、金属活字を削って工夫していた状態に比べれば、はるかに大きな利便性を得ていた。現在では扱える、フォント数は、選択に迷うほどに増加しているが、 それでもやはり明朝ともシックの組み合わせは王道とされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。